ろう。どうも皆さんこんにちは、ブラザーズの百獣の王レオです。おしゃべりな鳥テツコです。握力だったら誰にも負けないニトロです。みんなちゃんと紹介がある素晴らしい。ブラザーズが集まってゲームをするわけなんですけれども、なんと前回のラジオ放送では一緒にね、共演できなかったもう一人のブラザーズのメンバーがいます。どうぞ。深海の王クリオネです。今考えたら今考えたようなわけで4人でね、ブラザーズこれからゲームをたくさんやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。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 それではですね、今回なんですけども、オンラインでかくれんぼをするというゲームをみんなでやりたいと思います。それではゲーム参加スタート。はい、はい、よいしょ。隠れる側と見つける側、二手に分かれます。今ね、みんな同じ部屋。あ、はい、僕は隠れる側です。クリオネも隠れる 側。あ、俺だけや鬼。鬼はじゃあニトロだけ。全員右潰してやる。ちょっと物変えよう。どうしよう、どこ行こう、どこ行こう。え、やだやだやだ。でちなみに僕ら4人以外は AI って言ってコンピューターが自動的にプレイしています。すごい世の中になりましたね。いやー、なんでお前こっちで隠れんの大変。テツコがだいぶ苦戦してますけど。だってもう、マイクゴボゴボ言ってる。大丈夫ないよ。うるさい人いるんだけど。私じゃないよ。あ、始まったよ。オッケー、行きます。やばいやばいやばい。全員に、待って、バスがめちゃくちゃ行ける。覚えてるんやけど。ここで止まろ。行けるこれ。よし。どんどん殴っちゃうよ。みんなどこにいるのかな。いやー、でもあれね、後半だったらヒントちょうだいよみんな。さすがに。きついよ、俺。一人だよ。あ、やだよ。まあこれは。俺はニトロだけを追うわ。ニトロか。ありがとうございます。ニトロはちょっとおしゃれしてます。ピンク色で。あ、はい、もうナタ持ってます。ナギナタ持ってます。俺どっちか絶対そう。俺はもう紙質でみんなのこと見れるから、ニトロに教えることもできます。ダメだよ教えちゃう。なんかナギ、物騒だね。ナギナタで、ナギナタすごい。ナギナタで、え、これそっか、うちら以外はあれか、 AI なんだね。そう、 AI だから。この人とかは名前が、名前がすごい。今日もイワシおかずさん。どうしよう、映せない名前の人とか出てきたらどうしよう。プインプインさんもいる。ちょっと待って、1泊2日もいるよ。8人ぶったたけばいいんでしょ。待って、ね、え、ちょっとこれ 何秒からかなんかヒントとか入るとかあるないんですか、レオ君。え、まあ言ってあげてもいいけど、100秒になったら第一ヒント与えよう。あ、そうだね、第一人と、ね、広いわけじゃないから。ここにおったんかい。あー、なるほどね。いいところだわ。100秒なるよ。はい、2人は結構ね、分からん。全然分からん。第一ヒント、あ、クリオネさんお願いします。言うよ。はい、真夜中の灯火、はい、真夜中の街灯だな。真夜中の灯火。ちなみにクリオネとテツコはめちゃくちゃ近いところにいる。なるほど。あ、鍵あった。鍵マーク見つけた。お、アイテム拾った。待て、変なとこにポストある。何これ。お、こういう感じで見つけていくことだよね。1泊2日。1泊2日。1泊2日ゲットしました。あ、近いんじゃない？バック。お、近い。なんと。近い。近いんじゃない？待て、でもここになった外。さあ、もうすぐ45秒を迎えます。違う。45秒を迎えると。いくらでもパンチができるので、あ、無敵になるんだ。無敵になります。あ、45秒無敵です。え、なんかに、あ、来た。20秒になったら逃げ回ろう。全然わからん。あ、マジで動いてくれんの。ちょっと待って、これちゃうんちゃう、ちゃう。え、全然わからん。じゃあ俺も動くか。え、クリオネさん動いてくれんの。いや、クリオネも動いてますよ。嘘、待って、全然目線終われへん。みんな動いてる？待って、全然無理。
動いてなくない？動いてるクリオネ、ぴょんぴょんしてる、ぴょんぴょん。ぴょんぴょんしてる。いつこも逃げた。クリオネぴょんぴょんして。今できないですね。クリオネぴょんぴょんして。今はできないですね。あ、終わった。やったー。やるよ、勝利。やりました、やりました。次。うん、どこどこどこ、みんなどこにおったの？あ、次のゲームが次行っちゃった。パンチしない方が始まっちゃう。始まっちゃう。もしかしてパンチしない方が攻撃が入んないから平和かもしんないわ。あ、やった。また鬼やねんけど。またネクストゲーム。え、またやん。また隠れる。待って、おかしないそれ。ネクストゲーム。え、またリベンジさせてくれたこと？これリベンジさせてくれたことですね。ちょっと待って、クリオネと同じものやん。お、お、ちょっとじゃあ仲良くいって。お、仲良く、ちょっと共同作業しよう。ちょっと任せるよ。どこ？どうとか言っていいの？だってこれさ、美女と野獣で言ったら結構あれよ。あ、いいから喋ってないで。いや、隠れて。こっち、こっち来て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 。もう時間ないよ。ここ。今覚えてるからね。俺どこ？反対側の、反対側、そうそう。で、ジャンプの、ジャンプくっつけ。え、ずるいんだけど。はい、行きたい。行きまーす。殴り、殴り倒しまーす。殴り倒しまーす。全然違うから。そんなコースでジャンプできねえわ。横向いて横。くる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 。やべえ人いるし。どう？二人一緒なんでしょ？あ、見つけた、二人見つけたよ。なんか、あ、ここにいるんだ。結局さ、結局自分、なんか形変わったんだけど。形変わった？あ、いいの見てくれてるね。いや、もう怖い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 。で、2個見つけた。さあ、コンピューターは楽勝やねんけどな。めっちゃ怖い。あ、怖い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 。ちょっと修正タイムだよ、これ。やだ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 。今修正タイムだね。あ、やだやだ。あ、だだだ。怖い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 。ちょっとずれてるかもしんないな。クリオネちょっとずれてるから。怖い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 。あ、いい感じいい感じいい感じ。これでちょっと耐えてみようか。あ、それで、それで耐えて。これさ、でもさ、でもさ、クリオ、あ、オック、うん。え、これバレてる。AI にやられる。バレてね。ちょっと、ちょっともうマーキングされてないこれ。どうだろうね。え、でもさ、弾き切られちゃってる。それはわからない。うわー、ってことは TikTok 逃げろ、便利なのよね。あと鉄子だけ。今レオとクリオネを殴りました。あー、やだよ。 やられたね。あとは鉄子だけを。あとは鉄子だけでございます。さあどうするんでしょうか。そう、これ100秒ヒントあんの？これ100秒ヒントはないの？うん、まだ早いね。まだ早い。一人だから。ちょっと100秒でリベンジできてるんじゃない？デスさん言っていいの？デスさん倒したけど。いいよいいよ。AI かな。椅子一、椅子一。ちょっと好きな椅子、好きな椅子行ってみれば。ニトロが座りたいなと思う椅子行ってみた方がいいかもしれない。なるほど。どういう、待てよ、どういうこと？椅子に座りたいの。なるほど、今の座りたかった。ここに隠れてるんだね。今の座りたかったな。あの、これが店だとして。違う。どこ座る？やば。今の部屋ってこと？ちょっと待って、今の部屋ってこと？ちょっと待って、 AI にやられたよ。しかもさ、本当やだ。 AI の名前がやばいね、今のはね。ゲームオーバー。ゲームオーバーが近寄ってきてやられた。待って、あと一人、徹子だけちゃん見つかってない。もう見つかりました。私今ゲームオーバーにやられたよ。見つかったの？つまりはもう、あ、ゲームオーバーでやられたの。実質ニトロさんの勝利ですね。え、待って。あ、そうですね。あと一人見つけて完全勝利を掴んだらいいんでしょ？あと隠れてるの AI だけ。あと一人だけ。爆弾投げて、爆弾投げていい？あー、もうおかしいところにいるもん。あ、これはちょっとおかしいところにいる。AI が AI を倒した。あ、やった。AI が。チームの勝利。やったねー。もう一回行こう。3回やろう。オッケー。うん、オッケー。いや、行きましょう。隠れたい、隠れたい。え、銀行。私も隠れたいんだけど。いや、隠れてたさっきの。さあ、どっちだろう？鬼か？あ、鬼や。よっしゃ、隠れた、やった。え、でもこれはダメ。どうしよう。3人を見つければいいのか。これダメだから変えよう。これ、こうやって鬼は、事前にこうやってね、配置をね。
覚えることができます。ああ、言ったな、言った。この記憶力いい人がこのゲームって有利よね。そうだね、うん、ただマップが結構思ってるより大きいもんね。もう俺だって記憶力いいもん。よいしょ、ここにしようかな。だって中学の時の生徒指導の先生は森田先生でしょ。誰、誰なの。え、あ、ちょっとやだ、近くに同じやついたんだけど。あ、レンボースタート。いやー、馴染んだよ、だいぶ。ちょっと今回、だいぶ馴染んだよ。今回ダメだ。これおかしくない。パーン。あ、なるほどね、クリオネさん、そこね。私ここです。なるほど、なるほど。ん、お金、お金じゃないか。これこの辺は一緒だな。ここはもう大丈夫か。ここはもう大丈夫。この辺にいるだろうな。うん、このハートのアイテムがここにあるから、とりあえずパンチどっかしてみっか。あ、誰かに取られちったの。え、何、誰それ。今、うん、この辺にいるだろう。この辺、あ、なんかゴミ箱多い気がするんだよな。ゴミ箱パンチ違かった。ゴミ箱パンチ違かった。怖い。まあでも、なんだろうな、これ机の上の照明めっちゃドキドキする。何回殴れるんだっけ。誰か見つけたね。5回、5回まで殴れますよ。レオくん、何回使った。これおかしい。今ね、まだね、マックスハートのアイテム取りまくってるからね、マックスです。いやいや、これじゃないんだ。なるほどね。なんかドキドキするね。ドキドキする。本当にかくれんぼしてるみたいに。やふーい。この辺、俺もう、俺見えるでしょ。俺のこと見える。誰に聞いてんの。誰に聞いてんの。3人見えるでしょ。まあ、見ようと、俺はまあある種見える、うん、見ようと思えば見れる。見ようと思えば、うん、まあ、もう見ようと思えば見れる。見ようと思えば、うん、見ようと思えば見れる。だって自由に移動できるもん。お金好きな人。お金好き、うん、あ、もうここにいるな。そんな安直でいいの。すごいね。じゃないよ、たたい。ここにいるはず。好きでなれるもんじゃないからね。ちなみに鬼はそれ叩き続けたらどうなの。どうなる。うーん、ちょっと待って、何これ。鬼はね、倒れちゃう。倒れる。気絶ちゃう。気絶ちっちゃ。どうしよう。ヒントあげよう、ヒント。ヒント、ちょっと前近かった。めっちゃちょっと前近かった。あの、この辺でしょ。お金の前、お金の前にちょっと近かった。私のヒントは、生きてくために必要。お、生きてくために必要、やだよ、もう。ウォーターサーバーじゃん。ちょっともう45分前じゃない。ニトロのヒントは、あの、お金を管理するときに絶対必要。すぐそこ、すぐそこ。ああ、やった。これ見つけた。お金を管理するところ、この辺。いや、お金、いや、お金を管理するなら必要なもの。今何言うか、なんかママ言った今。ワンワン。あ、やったー。ああ、何見つけた。めっちゃうまいじゃん。あ、もう実質勝ちみたいなもんよ。ゴミ箱なんかどこにあんのよ。ああ、勝った。一応こんなとこ、勝ったね。勝負に負けて試合に勝ったみたいな感じだよね。うん、そうだね。まあいい感じに盛り上がれたんじゃないですか。いや、いいですね。そうですね。じゃ、今回もご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。ほなね。またね。おおきに。バイバイ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 。